バチカンの詳細地図バチカンの地理では、バチカン四国における地形や自然など、地理の概略を示す。ヨーロッパ南部にあるバチカンは、非常に特徴的な立地をしており、国の周辺をすべてイタリア・ローマに囲まれた内陸国である。面積は0.44平方キロメートルと東京の皇居の3分の1ほどと狭く、主権国家の中では世界最小である。 現状では天然資源の存在や自然災害の危険性は指摘されていない。イタリアとの国境線の長さは 3.2km ほどと非常に短く伝統的に石壁によって隔てられていた。バチカンの領土に水域はなくイタリアとの国境のすぐ東側ウテベレ川が流れている。サンピエトロ広場と大聖堂。撮影位置あたりがイタリアとの国境になる。 バチカンの気候はローマと同じであり、9月から5月中旬までが穏やかで雨がちな冬、5月中旬から9月までが暑く乾燥した夏となる。以下はローマの平均気温と高雨量の表と同等である。バチカンはバチカンの丘と呼ばれる小高い丘に位置している。このバチカンという言葉はエトルリア語に由来していると推測され、キリスト教が誕生する。 はるか昔からこの一帯は、バチカンの丘と呼ばれていた。国の最北部は、バチカーノ通りとレオーネ通りの交差点。最南部は、グレゴリオ七世通りとアウレリア通りの分岐点。最西部は、バチカーノ通りとアウレリア通りの交差点。最東部は、サンピエトロ広場の端にあたる。なお、東西の距離は 1.1km、南北の距離ではわずか 800m ほどしかない。 国内で最も標高が高い場所は76.2メートル。最も低い場所は19.2メートルであるが、これらの地点に特に名前は付けられていない。サンピエトロ大聖堂の展望台からバチカン庭園の前景を望む。バチカン庭園。一般人は入ることができない。バチカンは国全体が都市の一部になっているため、国内で目立った農業や天然資源の開発は、 行われていない。また国土が非常に狭く土地の利用が制約されているため、国土のうち建造物の占める面積を50%以下とし、残りのスペースをカン庭園をはじめとするオープンスペースとして利用している。また国土には主権国家としての機能を果たすための施設が数多く、あり、鉄道駅、ヘリポート、郵便局、ラジオ局、警護施設、行政庁、 高等教育施設、文化センター、バチカン美術館、そして大使館などが所狭しと並んでいる。バチカンは2007年7月より世界で唯一のカーボンニュートラル国家となった。これはバチカンが年間に排出する二酸化炭素の量と同等の二酸化炭素を吸収するだけの大きさの森がバチカンクライメートフォレストとしてハンガリーより寄付されることによるものである。 ありがとうございます。